は尻尾がありませんし、それから指の間に水かきがついていて、水で生活するのにすごい体が適応してる。こういう時にはね、触ってあげて大丈夫です。ただね、お顔の方が近くにある時は気をつけてくださいね。ネズミの仲間なので、すごくね、鋭い歯が生えてます。